どうもこんにちは、こんばんは、斉藤雅嗣です。美術は知ると面白いということで、美術をいろんな角度から紹介するチャンネルをやらせていただいております。さあ今回はですね、驚きのニュースをご紹介したいと思います。もしかしたらあのカウズがですね、日本に来るかもしれないよっていう、非常にアートファンとしてはね、熱くなるニュースでございます。カウズ、皆さんご存知ですかね。名前でピンとくる方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。あのカウズってあのスヌーピーとかセサミストリートとかミッキーマウスとかのキャラクターの目がバッテンになってるあの作品ですね。まあ、T シャツになったりね、グッズ化されたりとかもしてるんですけども、コンパニオンって名前だったのかな、あのこのねキャラクターのね、とかもね有名だったりとかするんですけど、そのカウズがですね、もしかしたら今年2021年日本で展覧会を行うかもしれない。すごく嬉しい。もしかしたら7月16日から10月11日にかけて約3ヶ月間ですね、六本木の森アーツセンターギャラリーというところでカウズ東京ファーストっていう、まあ国内初の、日本国内初の大型個展を開催するかもしれない、このかもっていうのはちょっとコロナの関係で開催するかどうかが未だにちょっとはっきりしてない、ちょっと微妙だぞっていうところなんですね。まあ公式サイトとかを見に行った時も、まだチケットの販売だったりとか、その個展の詳細っていうのはまだ記されてないので、まだ微妙なところで迷ってるのかなっていう感じなんですね。で、おそらくは世界的に見たら、カウズの個展なんてなったら、ものすごい人が殺到するんですけども、日本ではどうなるんだろうっていうところも含めて、もしかしたらチケットね、ソールドアウトで全然取れないかもしれないので、結構ね、情報を早めにキャッチしないといけないなっていう感じなんですけども、カウズ、このキャラクターとかでちょっとまだね、ピンと来てないよって方には、2019年にユニクロとカウズがコラボして、カウズのキャラクターを UT のデザインにして販売したっていうのがあって、たんですね。でその時に中国の方でその店舗にものすごい人が殺到して、シャッターボコボコにされて、で T シャツも引きちぎられて、マネキンからうわーって引き剥がされて、でお客さん同士ももう殴り合って蹴り合ってみたいな大暴動大炎上になりましたよってニュース、なんとなく覚えてません？これ結構なんかワイドショーとかでも何日にもわたって扱われたりとかしてたんですけど、あの大人気大熱狂を生み出したのがこのカウズなんですね。だから日本でももちろん人気なんですけど、アメリカ中国とかで見るとカウズむちゃくちゃ人気ある。で人気というか価値がすごく高いんです。だからカウズの T シャツにどなぜそれだけ中国の人たちが、殺到したかっていうと、1000円ぐらいで、まあ UT なんで売られてるわけですよね。で、それを1000円で買ったら、もう転売したら5000円になるんですよ。少なくとも5000円ぐらいにはなる。T シャツですよ。UT でさえそれぐらいの価値跳ね上がるっていうのが、まあカウズなわけですね。で、まあこれをなんとなく頭に入れておいて、カウズの経歴とかをさらうと、まあより面白いかなというふうに思うんですけども。なので今回はですね、まあこれから来るかもしれない大注目のアーティスト、カウズについて、非常にざっくりかもしれませんけども、まあ僕が調べた上でご紹介していきたいと思います。まずですね、まあ本名。まあ別なんですね。ブライアン・ドヌリーという方が、まあアーティスト名カウズという形で、活動してるんですけども、まあ、1974年生まれなので、まあ、47歳ぐらいですかね、現在。で、90年代の初め頃にグラフィックアーティストとして、まあ頭角を現し始めてっていう方なんですけど、そう。この方はもともとグラフィックアートやってた方なんですね。まあ路上でスプレーを使ってグラフィックアートをやっていて、で、そこからニューヨークの美術学校、スクール・オブ・ビジュアル・アーツっていうところに通い、で、その後、フリーランスでアニメーション会社で働いて、で、その後にもう一度グラフィックアートとして戻ってきたっていう方なんですよ。まず最初に、なんでカウズがグラフィックアートからスタートしたのかって。カウズ実はですね、アメリカのニュージャージー州とかね、生まれたんですけども、カウズの家の近くに美術館がなかった。で、あまり裕福な家庭じゃなくて、美術館に行けるようなお金もなかったんです。そんなカウズにとって、唯一触れられるアートが、路上に描かれているグラフィックアートだったんですね。まあなんか日本では落書きとかね、
迷惑っていう風に言われやすいんですけども、まあアメリカでもまあもちろんねそうだとは思うんですけども、まあでもカウズにとって、幼少期のカウズにとってすごく感動したアートだったんですよね。だからこそかっこいいってなってやり出すわけなんですけど、でそこからですね、急に俺もうちょっとちゃんと勉強したいぜっていうことでニューヨークの美術学校行くわけですね。まあ、仲間はざわつきますよね。おカウズなんでだよ、俺らと一緒に自由に描いてこうぜって。なんで学校とか通ったらつまんでアーティストになるだろう、お前もそういう風に行きたいのかよ、なあカウズ俺らと一緒にいようぜ、いや大丈夫、俺はちゃんと勉強したいから、これからやりたいことがあるから、ね、美術の専門学校行くわけですよね。でそこからカウズ卒業したんだろ、もう一度俺らと一緒にやろうぜ、上手くなったお前とやりたいぜみたいな形ですよね。でその仲間をまた振り切ってですね、ディズニーの関連のアニメーション会社ってところにフリーランスで就職するわけですね。でここでがっつりディズニーのアニメーションやるわけですよ。ミッキーだったりとかドナルドとかをまあしこたま描くわけですね。でそこから出てきて、おいカウズっつってまた友達来るわけですね。おいカウズ何年待たせんだよ、もう一回俺らとやろうぜマイメンっつって誘いに来るんですけど、いや大丈夫っつって、俺掃除屋さんやるから。え掃除屋さんって、うん、そう、俺町のお掃除屋さんやる、でポスター貼ったりとかするやつ、そういう仕事するから、なんでそんなことすんだよ、お前せめてよっていうちょっともうこのやんちゃなキャラクターがちょっとめんどくさくなってきちゃったんだけどいやせめてそのディズニーのアニメーション会社で、関連のアニメーション会社でずっと働いていた方が、まあ、安定はするわけじゃないですか。なんですけどそこやめちゃうわけですね。数年で辞めちゃって、で、今度その技術を持ってアーティストとして活躍し始めるかと思いきや、まあ、掃除婦だったりとか、そのポスター貼りの仕事をやるわけですね。で、ここがカウズが仕掛けた本当に巧妙な作戦なんですけど、このポスターを貼り替えるわけですね。ビルボードの広告のポスターとかをこの街中で夜な夜なね張り替える仕事をしていくわけなんですけど、その張り替えた広告に自分のアートをプラスしていくんですよ。その広告に書かれているモデルさんだったりとかキャラクターの目をバッテンにしたり、そのなんかロゴを加えたりっていう形で自分のアートとしてそのポスターを貼っていくという作戦に出るんですね。でまあ夜な夜なその作業は行われるので、まあ朝になってまあね、このアメリカの人々が、まあ、動き出した時に、え何これってなるわけですよ。ただ一回の若者が自分の作品として、ね、アートを街に置いておいたりとか個展を開いてもなかなかバズることは難しいけど、普段の日常の中にあるもので何かちょっといつもと違うぞっていう違和感にはみんな気づくわけですよ。え何これ、ポスター新しくなった、えけど何これ、えなんかスプレーで書いてある、うん、何これ誰かのいたずらって思う人もいるし、えかっこよくない、これって元々のデザインなの、えそれとも誰かが勝手にやったことなの、でもクールだねっていう人もいて、徐々に話題になっていくわけですね。でその活動の仕方っていうのをカウズはずっと続けるわけですよ。しばらく続ける、ね、この表向きはポスター貼りの男なんですけども、実は革新犯的にそれを行っているグラフィックデザイナーだよっていう、ね、そういう二面性を持ちながら夜な夜なね活動を続けていったら、どん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 それが話題になってきて、まず最初に、まあ、地元のやんちゃな子たちですよね。その町に住んでいるそのブラックミュージックとかが好きな感じの、ね、ヒップホップとかが好きな感じのやんちゃな子たちが、このアート、このポスターかっこいいぜってなって剥がしにかかるんですよ。俺家に持って帰れたやつって勝手に剥がして持って帰っちゃう。そういう事件が頻発するんですね。で、そこから、なんか自分たちのお客さんがすごく熱狂してるアートだったりとか今あるらしいよみたいな。なんかこのアーティストなのか何なのかわかんないけど、なんかすげえクールなやつがいるんすよ。何々さんみたいな。で、そのファンの人たちから聞いて、その今度はブラックミュージックとかヒップホップのアーティストですね。アーティストの方々が、いやかっこいいね、え確かにいいかもしんない、え俺も欲しいわってなって、でそんな動きが出てくうちに、もともとは
貼られてたポスターが盗まれる、剥がされるっていうことだったんですけど、その剥がされたもの、盗まれたものが高値で取引されるようになって、徐々に徐々にこのカウズの作品が価値が出てくるんですね。非常に大きな価値を生んでいく。で、そしたらですね、そのブランド価値っていうのを使いたいっていう企業も出てくるわけですよ。で、それで今のこのキャラクターとコラボして、スヌーピーとかセサミストリートとかミッキーマウスにバッテンをつけたようなキャラクターとかがどん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 人気が出てきて、で、この2019年の中国のうわーという大暴動にもつながるし、という形なわけですね。まあ大暴動だけじゃないですよ。まあね、このユニクロとコラボしてるだけじゃなくて、まあその前ね、ディオールとコラボしたりとか、あとはナイキだったりとかね、そういうね、カウズというね、大きな名前になっていくんだよという流れなんですけども、ここでね、一個面白いのが、カウズってディズニー関連のアニメーションで働いてたんですよね。で、その後に、ミッキーだったりとか、スヌーピーだったりとか、セサミストリートとか、ね、このみんなが知っている、みんなが愛しているアニメとか漫画のキャラクター、を少し自分でアレンジしたもの、で自分でプラスアートしたものを自分の作品として提示してるじゃないですか。で、ここでカウズが仕掛けたものが、カウズ実はですね、日常生活の中に漫画とかアニメが当たり前のように浸透してる生活っていうのが気持ち悪いよって思ってるんですよ。カウズにとってはものすごく不愉快なものなんですよ。気持ちが悪い。なんでみんなアニメのTシャツ着てんの？なんでこんなにポスターにアニメがあんの？なんでみんな漫画読んでんの？カウズにとっては気持ち悪いわけですよ。え？じゃあなんでカウズはそのキャラクター使ってんの？カウズキャラクターにバッテンつけるでしょ。キャラクターの夢をバッテンにするでしょ。あれカウズにとっての社会的なメッセージなんですよ。俺はこのキャラクターとか漫画のものね、アニメとか漫画のキャラクターっていうのを認めてねえぜ、気持ち悪いと思ってるぜ、そういうマインドからのバッテンなんですよ。これ意外じゃないですか。なんかその、もともとアニメが好きで、そのディズニーのね、関連のアニメーションもやって、で、好きすぎて自分の作品に、じゃないんですよ。めちゃくちゃ嫌いだからそうしたんですよ。いや、もしかしたら、アニメーション会社に入って、なんじゃかんじゃあったからそういう気持ちになったのかもしれない。これはわかんないです。でも一説にはそうとも言われてます。でも、とにかく確実なのは、カウズはそういった漫画やアニメのキャラクターってものに嫌悪感を抱いてバッテンをつけているというところ。これ面白いですよね。それを知ってか知らずか、クールだね、かっこいいね、かわいいねって言って、我々は来たり、そのグッズを買ったりしてるわけですね。僕も全然知らなかった。ちゃんと調べるまで全然知らなくて、普通にかっこいいなって思ってたし、普通におしゃれだなって思うだけだったんだけど、実はそういう社会的なメッセージが含まれていた。アーティストとしてのこだわりなのかもしれない。プライドなのかもしれない。そういうポップなカルチャーね、ローアートと言われるポップなカルチャーに流れるんじゃねえっていうようなメッセージもあるのかもしれない。だからこそ西洋のアートの文脈に沿っていた新しい形として、カウズっていうのはちゃんと芸術家と呼ばれているのかもしれないけど、カウズは謙遜する。多分世界中の人々は俺のことをアーティストと呼ぶことには違和感を覚えるであろうと。俺はただキャラクターにバッテンをつけてるようなグラフィックアーティストね、いたずら書きの人間だって思う人が多いかもしれない。っていう風に謙遜なのか、まあ、本心なのか、そういったコメントも残してるわけですね。で、そんなカウズが今では大手企業や世界的に有名なキャラクターとコラボしてたくさんの作品を生んでいる。これも見方を変えると面白いでしょ。カウズにとって2019年中国のユニクロで起こった暴動っていうのは、それも含めて作品なのかもしれない。君たちはアニメや漫画のキャラクター、それを T シャツにしたものに熱狂してるね。それを殴り合って、蹴り合って、ね、大暴動が起こって、それをもうみんなもう剥ぎ取るように奪い合ってるよね。本当にそれがアートの楽しみ方なのかいって、ね。これがカウズがいろんな企業とコラボしながら、
お金もちゃんと稼ぎながら社会的に発信したかったカウズのやりたかったメッセージなのかもしれない、伝えたかったメッセージなのかもしれない。それはかつて自分の身近にアートがなくて非常にアンダーグラウンドだ、ブラックミュージックのような形で出てきたグラフィックアーティストとしてのこだわりなのかもしれない。世間に対しての反発、社会に対しての何か批判めいたもの、それが今でもカウズの中にあるのかもしれない。そして自分のその感情すらも巧妙に利用することによってカウズっていうのは世界的なアーティストに上り詰めたという、面白くないですか。で、こんだけ面白いアーティストがもしかしたら今年の夏日本に来るかもしれないよ。これは皆さんにね、ぜひともお伝えしたいなというふうに思いました。というわけで、まだね、開催されるかどうかというのは微妙なわけなんですけども、ぜひとも皆さんね、このカウズ東京ファースト、大注目していただきたいなというふうに思います。というわけで、こんな感じで美術をいろんな角度から紹介するチャンネルをやらせていただいております。ぜひともね、このチャンネル面白かったよってね、カウズの個展、お前行くんだろ？行くんだとしたら、まあいろんなレビューとかも上げてほしい。まあ確かにね、レビューの、ね、動画お前全然回ってないかもしれないけど、それでもくじけるなよと。お前ラジオもくじけるなよと。お前の美術の話結構好きだから聞きたいっていう方は、ぜひともそう思ってくださる方はチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。というわけで、斉藤正嗣でした。じゃあね。